エイジャックスはリアンダー級形巡洋艦の一隻韓米はギリシア神話の英雄、アイアースに由来する。日本語ではエイジャックスやアジャックスと表記する事例もある。エイジャックスは1933年2月7日、イギリスはビッカース社バローインファーネス造船所で寄港された。1934年3月1日に浸水し、 1935年4月12日に航、竣工。収益当初は北アメリカ、西インド艦隊に所属していたが、1935年5月、アビシニア危機の煽りを受け、地中海に派遣された。同年11月に派遣を終え、西インド艦隊に復帰した後は、南北アメリカ、カナダへの遠征を行いつつ、訓練を続けた。1937年、改修のために、 イギリスに帰国すると、翌年の1月まで入居した。1939年1月27日、チリで発生した地震を受け、現地のイギリス領に向かい、エクセターと共に救助に尽力した。1939年9月に、第二次世界大戦が勃発すると、チャールズウッドハウス艦長が指揮するエイジャックスは、ラプラタ沖に配備された。当時、 南アメリカ植民地からヨーロッパに輸送される物資は戦線を支えており、敵国に対する通商破壊及び自国船舶の通商護衛は戦略的に大きな意義を持っていた。連合国の海軍と比較して劣勢のドイツ海軍は戦争を見据えて総交艦アドミラルグラーフシュペーを出撃させ、同艦は海戦とともにインド用、 南大西洋での通商破壊を開始したからである。ドイッチュラント急走交換を確実に葬るためには、巡洋戦艦を投入する必要があり、通常の巡洋艦にとっては、には重い相手であった。イギリス海軍は、南米方面に巡洋艦を機関とする G 部隊を派遣し、ドイツ豆戦艦に対抗した。この任務部隊を率いていたのは、当時大将の地位にあったヘンリー・ハーウッドである。 ハーウッド大将はエイジャックスを機関とし、リアンダー級の同系艦アキリーズ従巡洋艦、エクセター従巡洋艦カンバーランドの4隻からなる小規模艦隊を指揮した。12月13日、襲撃先を予想していたエ艦隊はラプラタ沖でグラーフ出兵と開港した。放火力で劣るエ艦隊は数的優勢と機動力を活用して対抗する。エジャックスが 戦闘前に発進させたフェアリーシー・フォックスも大いに活躍した。海戦が始まると最初にベール艦長が指揮するエクセターが被弾して深刻な損傷を受け戦線離脱を余儀なくされた。シュペが大破したエクセターにとどめを刺そうとしたのでエイジャックスとアキリーズが割って入る。今度はエイジャックスとアキリーズがシュペの11インチ砲を浴びせられた。 グラーフ・シュペイの激しい砲火にさらされたエジャックスは2度の直撃弾を含む7度の砲撃を受け第3砲塔及び第4砲塔が使用不能になり流骨が一部損傷し死傷者数は12人に及んだだがシュペイが発射した魚雷を水上偵察機が発見して報告したので回避することができた一方でグラーフ・シュペイも 英巡洋艦3隻から20発ほどの直撃弾を受けていた。艦首に損傷を受け、飛走甲部分への損害も無視できず、燃料浄化装置も損傷した。結局、ドイツ豆船艦は英巡洋艦3隻にとどめを刺さず、モンテビデオ港まで撤退する。まだ戦闘力を維持していた英警巡2隻は、主兵を追いかけ、同艦がモンテビオ港に入ると外で監視を行う。 さらに両艦、カンバーランドと合流し、応急修理に追われるグラーフシュペイに圧力をかけた。再戦の機会を伺いながら、あたかも英艦隊の増援を待っているように見せかけたのである。イギリス側の各種宣伝作戦が功を奏し、ドイツ側はイギリス空母、アークロイヤル巡洋戦艦デナウンがラプラタ川口沖に到着したと信じ込む。損傷したシュペイが、 イギリス海軍の包囲網を突破して母国にたどり着ける見込みはなく、レーダー減水と主兵艦長、ハンス・ラングスドルフ大佐は、自沈を決断した。主兵の最後を見届けた後、エイジャックスは、ポートスタンリーで給油を受け、巡回任務に帰還した。1940年1月、エイジャックスは、モンテビデオ、リオデジャネイロ、シエラレオネを経由し、イギリスに帰島した。 1>, 1月の終わりには、空母アークロイヤル、巡洋戦艦レナウン、駆逐艦ヘイスティ、ヒーロー、デインティ、ダイヤモンドと航路を共にし、プリマスに寄港した。翌月には、チャタム交渉のドックに入居し、整備を受けた。整備が終了し、戦線に復帰したのは1940年8月である。エイジャックスは、レーダー増設工事、監視及び環境の改装を受けていた。 エイジャックスは地中海戦線の第7巡洋戦隊に配属された。この時、すでにフランスは降伏して、ビシー政権が樹立しており、イタリア王国の主要交戦国は今やイギリスとなっていた。8月21日、通称護衛の任を受けたエイジャックスは、重巡洋艦ヨークと共にイギリスを立った。ハット作戦で連合軍輸送船団は地中海を経由し、 エジプトに至る予定だったが、イタリア王立海軍が正海権を握っていたため、ダーバン経由の回路変更を余儀なくされた。9月末、エンプレス・オブ・ジャパン、オライオン、オロン製の山積からなる武装船団をアデンからスエズまで護送した後、30日には、オーストラリア海軍の軽巡洋艦シドニーとアレクサンドリアで合流した。アレクサンドリアは、地中海艦隊の本拠地であり、 司令長官、カニンガム提督は、戦艦、ウォースパイトに、正気を掲げていた。10月2日から16日にかけて、エイジャックスは、地中海での通商作戦の主力艦隊に参加した。すなわち、リビアに向かうイタリア戦団への通商破壊と、マルタに向かうイギリス戦団の通商模様である。作戦当初、エイジャックスは、別動艦隊を組み、 イタリアの護送船団を捜索した。そして10月8日、来たるメガバイト6作戦のため、エイジャックスは主力艦隊に合流した。このマルタ補給船団は、地中海攻防船とマルタ後位船において、特に大規模かつ重要な輸送作戦である。作戦行動において、エイジャックスは、同型の軽巡洋艦オライオンと共に、12日の 第4戦団のアレクサンドリアへの到着に先駆けて、マルタ南東海域を巡回した。なお、この時、主力艦隊は、戦団の東側に展開していた。10月11日深夜から12日未明にかけて、エイジャックスは、イタリア王立海軍の小規模艦隊と交戦した。この海戦において、スピカ給水雷艇3隻、 ソルダュ球駆逐艦4隻と事実上単独で交戦するという不利な状況かながら、水雷艇2隻を撃沈、イタリア駆逐艦アルティリエーレを撃破するという戦果を上げ、16日にアレクサンドリアに帰討した。一方で、エイジャックスは7発の直撃弾を受け、救命艇1隻を喪失し、環境とレーダーに甚大な被害を受けるとともに、35名の死傷者を出した。 10月末、クレタ島のサウザ湾に陸上部隊を輸送する任務に就いた際には、イタリア空軍の航空攻撃から辛くも逃れた。11月6日、主力艦隊に合流したエイジャックスは、地中海艦隊を総動員した大規模輸送作戦、メガバイト8作戦に参加した。エジャックスは、AK 巡をライオン合計巡シドニー A 駆逐艦、ヌビアン、モホークと艦隊を組み、 タラント空襲のための陽動作戦を行った。この作戦でイギリス艦隊は4隻のイタリア商船を撃沈し、水雷艇1隻を大破させた。海戦に勝利した後アルバニアの軍港、ドゥラスに砲撃を加え、石油生成設備を炎上させた。11月15日から20日にかけては4隻の巡洋艦と共にアレキサンドリアからアテネの都市、 ピレウスまで陸戦部隊を輸送した。11月23日には、クレタ島の輸送船団を護衛し、イギリスのトリポリ爆撃を支援した。翌1941年3月末、ウィッペル提督が率いる偵察艦隊として、またパンミサキ沖海戦に参加した。5月21日、クレタ島攻防戦でには、ドイツ空軍の八8 7の航空攻撃を受けて、損傷しながら、 任務を続行した。クレタ島撤退作戦十字中の5月27日、10-87の急降下爆撃で、再び損傷し、戦線離脱を余儀なくされた。修理後の6月8日から13日には、シリアれバの温泉駅に参加した。11月に入っても、ドイツアフリカ軍への海上輸送を妨害する、軽部隊に所属して、活躍を続ける。 1942年2月、調整と改修のために地中海先生を離れた。1942年2月6日、スウェズ運河を離れたエイジャックスは希望峰を経由してイギリスに向かった。3月9日にインド洋にいたり、4月9日にはフリータウンを経由し、同月14日にスコットランド南西部のクライド川川口に到着した。 6月6日から9月にかけて、チャタム交渉のドックに入居し、調整と改装を施された。この改装では、新たに、対空砲として、エリコン化 20mm 機関砲11機が搭載されたほか、レーダー設備が大きく拡充され、対空戦に従前の備えを見せた。10月になり試験公開が終了すると、同月24日には任務を再任し、11月まで、 スカパフローにおいて、本国艦隊と共に完熟演習を行った。12月31日、通称作戦を遂行するため、アルジェリアのアンナバで戦線に復帰した。しかし、その翌日、年が明けた1943年1月1日、戦団護衛中にエイジャックスは不幸にも4 5 0ラム爆弾を受け、行動不能に陥った。同月7日、 ジブラルタルで応急修理を行ったが、損傷は大きく、本格的な修理のため、アメリカ軍基地に入港することを余儀なくされた。バージニア州ノーフォーク海軍基地で行われた修理は9月まで続き、加えて、ボフォース 40mm4 連装機関砲4機が新たに搭載されたほか、レーダー設備が再び見直された。10月に試験公開を終えた後、バミューダ経由で、 イギリスに帰国すると、11月に調整を完了し、ポーツマスで12月25日に再任を受けた。その後、スカパフローの本国艦隊の下で、完熟演習を行い、1944年の2月に地中海戦線に復帰した。結局、この一連の改装の間、1943年の1月の数日を除き、エイジャックスは2年間近く戦線を離れていた。 1945年6月6日、ノルマンディ上陸作戦において、エイジャックスはゴールドビーチ上陸の支援砲撃を行った。さらに8月には南フランスへの上陸作戦、ドラグーン作戦を支援した。第2次世界大戦が終戦した後は、旧ドイツ兵の福音支援及び地中海の情勢安定を行った。1947年にはギリシャ内戦に派遣され、 アテネによるエウゲ海奪還に協力した。パレスチナ紹介任務にも参加し、ユダヤ人の不法移民船取締りに貢献したほか、1947年には、エクソダス号事件においては、不法移民船エクソダス号をドイツまで護衛した、英艦隊の一角を担った。旧ドイツ兵の福音支援においては、奇妙な因果化、アドミラルグラーフシュペイの元船員を輸送している。 1948年2月、エイジャックスの退役が決定された。当初は同系艦のアキリーズと同様、インド海軍に売却される予定だったが、ウィンストン・チャーチルが売却に反対した。多大な戦果を上げた、クン艦は自国の歴史に語り継がれるべきだと主張したのである。結局、売却は取り下げられ、1949年9月9日、ウェールズの都市、ニューポート。 マンマス社を経由し牽引され、南ウェールズまでの最後の航海を行った。1949年11月18日、エイジャックスは解体処分され、14年余りの軍役を終えた。カナダのオンタリオ州に存在するエイジャックスはこの間のラプラタ沖海戦での活躍を記念して名付けられた。また、この街の道路は、それぞれの船員の名前から取られており、街頭には、 この館のシルエットをモチーフにした看板が並んでいる。さらに、この街のカナダ王立協会支部の前には、エイジャックスの怒りが展示されている。ラプラタ加工の都市モンテビデオには、エイジャックスの金のモニュメントがある。このモニュメントは1949年に、元館長のヘンリー・ハーウッド卿及び当時の外交官友人ミルトンにより寄贈されたもので、現在でも税関を出て、 すぐの場所で見ることができる。南極海にあるエイジャックス氷幕はこの間にちなみ、1960年に名付けられた。サッカーワーレンチュートは、1930年代にエイジャックスに従軍しており、この経験をもとにザ・クルーザーを執筆している。この作品に登場する架空の軍艦、アンティゴニーはエイジャックスをモチーフにしている。1956年のイギリス映画、 ラプラタ沖海戦では、エージャックスの撮影に、軽巡洋艦謝フィールドが用いられている。2013年に、中華人民共和国で、リリースされた、アプリゲーム、戦艦少女では、擬人化された、美少女としてエージャックスが登場する。史実にちなみ、同じく擬人化されたアドミラルグラーフシュペイとの交流が描かれている。また、2017年に、同国で、リリースされた、 アズールレーンにも、擬人化されたエジャックスが登場するが、こちらにも、グラーフ出兵との交流が描かれている。また、同作では、ラプラタオ機械線をモチーフにしたイベントが、開催されている。ありがとうございます。